お腹空いてたら先回りして砂ぼこりを食わせてやるよ。俺が食うのはアイスクリームだよ。お前らなんで負けてばかりいるんだ。スケートマジで何がおかしい。そんなものでホットウィールのパワーに勝てるわけがない。え、ちょっと待てよ。わかった。お、別にいいじゃないか。脳のサイズの問題だ。君のことだ、シャーキー。ホットウィールたちのパワーを取り込んでやる。うまくいくはずだ。おい弟、行くんだ。この車いいな。ロボシャークよ。どんな餌食ってるんだ。頑張っても無理だよ。諦めよう。船の応援が必要なようだな。ありがとうございます。それブレーキかかるんですか。危ない、来るぞ。無料洗車サービスでしたね。どうも。油断は禁物、チャンスは2度しかない。くらいないの。これで君たちもおしまいさ。僕もおかわり。背びれを狙え。気をそらせてから追いかけるんだ。やっつけるんだ。どうかな。そんなことするよりもこれが我々の運命だ。今だ。ああ、いや、おお、この中蒸し暑いな。でも僕白が似合うの。このロボシャークにはセンサーがある。波を跳ねて飛びなさい。僕お兄さんのためなら何でもするよ。アイスクリームショップ1点、ロボシャーク0点。おお、冷たい。なんと返品できないの。油断するんじゃないぞ。まだまだこれからだ。新しいニュースです。現在ホットウィールシティにはスライムも暴れる巨大怪獣も見当たりません。多分これはニュースとは言えません。お、街のヒーローチェイスとエリオットがバーガーダッシュのハンバーガーを配達中ですね。これも実際にはニュースとは言えませんが、いい方に考えればスライムも怪獣もいないということです。バーガーのお届け、バーガーのお届けだよ。バーガーのお届け、バーガーのお届けだよ。全部で370個、新記録だエリオット。はあ、369個だ。随分必死だなチェイス。王様に投げるときはミスるなよ。今のはなしだ。バーガーが食べたい。俺はピクルス多めにするぞ。俺は結構とろけるチーズの方が好きだ。やばいぞこれは。新しいニュースです。さっきのニュースは訂正です。スライムの怪獣が戻ってきました。君たちも早く逃げろ。
コード2、ハトの糞緊急アラートだ。なんでハトがこうなったか答えを知ってるぜ。ピクルス、どうかな。食中毒で腹を壊しただけのようには見えない。バーガーダッシュにスライムが入った缶があった。この前ドレイブンが街をスライムで襲った時の残りだろう。俺たち二人が街中にバーガーを配達してたから、ハトが食べてもおかしくない。おい、ちょっと待ってくれ。君たちが配達を？ああ、いいことを聞いた。悪いが失礼するよ。とびきりでかい鳥の相手をしなくちゃなら。みんながバーガーを食べる前に俺たちで取り返すんだ。ペクラさん、頼れる助っ人は一人しかいない。ペカラさん、ワオ、今の技はなんだクイーン。時空連続性の二分化よ。ああ、そうか、基本中の基本だよな。エリオットのために聞いた。ペカラさん、どうしたの。あれさ、こんな時は切れ者で仕事ができる宇宙船エンジニアが頼りだ。まずはあの鳥を捕まえないとね。方法は分かってるわ。宇宙へ放射線を発射しそうなその機械は何。異次元対応型変異鳥類マクロサイザー。はあ、分かるように言ってくれないか。ハト縮小マシン。どうでもいいことだけど、その方がいい。撃ちやすいように障害物のないところにハトをおびき寄せて。了解、任せろ。よう、化け物ハト、もっとうまいスライムを食いに来いよ。建物には近づかせないでよ。行き先はちゃんと考えてある。ハトが好きでたまらない場所だよ。これを見ろ。どうだ、いい銅像だろう。やることは分かってるよな。美しいのよ。さて、これからスライムをどうする。ペクラス、エリオットも助けられるのはただ一人よ。スライムのすべてを知り尽くしてる人物。そんな、まさか。それだけはありえないって。実際はそんな場面はなかったぞ。わしはこの目で見た。ニューニュースです。私たちが実際に見ました。こんな場面だったのです。ホットウィルシティの市民は新建設のウルティメットガラージをチェイスとエリオットにプレゼントすることにしました。コーヒー熱すぎたんですかね。お、ほうほうほう、嘘みたい。本当だよ。でも嘘みたい。嘘だと思う。俺のガレージのはずでは。お祝いにロボバッチを送ってやろう。満タンで。これどこまで上がるのかな。高すぎたら嫌だな。高いの怖いもん。今に見ている。こいつを見たらみんなびっくりするぞ。いや、こいつじゃなくてこいつをロボに仕立てたやつ。輪っかをかけて、よし。ホットウィルの電源、よし。アクセルペダル、よし。そしておなじみ照明スイッチ、よし。電球は、よし。もっと電球を、ふうふうふう、よし。こいつを見てみろ。ほら行って、街を破壊してきなさい。
が大きさで負けてる。ここなら大丈夫だよね。やつはガレージを登れるみたいだ。HW アーマードトラックだ。これがいい。俺はエアロポッドだ。速度を上げるぞ。ついていくからね。ダメだ、ジェイス。離してくれ、ヘアドライヤー野郎め。この話は誰にもしないでくれ。この日をどれほど待ち望んでいたことか。お前を見たことのある者はいないのだ。まだ。息を飲む。毒を持つスライムピクルスが入っているとは知らず、チェイスとエリオットがハンバーガーをばらまき、人々が続々とゾンビ化しています。これは毎日聞き慣れたニュースとは言えない事件です。ホットウィールシティ以外ではね。よーくいい。ゾンビがあちこち突っ込んでく以上に楽しいことは何だと思う？さあね、何？他のこと全部だよ、ピクルス。ところで、どんな計画だったっけ？スライムを作ったドレイブンから毒を消す方法を聞き出す。ああ、ドレイブンは普段人助けをしないぜ。あいつは悪魔のような危ない天才ってタイプだ。それに、今は無重力の刑務所みたいなところにいるはず。その辺は任せて。じゃあ、またハイテクな作戦でドレイブンを脱獄させるのか？おそらく量子なんとかかんとかってやつで。まあそんなところよ、私についてきて。うわあ、ペコラス。ああ、フラフラする。ドレイブン乗って。いやあ、元気かい。スライムを始末してくれるなら私たちが脱獄させてあげる。ああ、クイーン、ゾンビの警察が来たぞ。シートベルトをドーナツの穴みたいなブラックホールに入る。やっぱりクイーンにはハイテクな作戦があっただろう。ペクラさん、またそういや今ブラックホールって。こんな作戦嫌いだ。ペクラさん、脱獄成功よ。スライムの毒を消す方法を教えて。ああ、やあ、どうも、元気かい。長い無重力生活の影響で脳の中で何か変化があったのかも。今ブラックホールを通り抜けてきたって事実とは無関係か。ピクルス、ごちゃごちゃになった脳みそを元に戻すにはスーパードライバー用のテストループしかない。ゾンビのパトカーを振り切らないと。免許を持ってるのが不思議だよ。パトカーは任せろ、ループへ向かえ。元気かい。オイルバランス調整が必要みたいだ。フレッシュな香りの芳香剤でゾンビの匂いを消すんだな。十分回ったからもう治ったんじゃないかしら。
る？クイーンコスミック？まだ無重力の影響から抜け出せないみたい。あなたの名前はドレイブン、悪の天才。スライムを体から追い出す手がかりを何か覚えてない？何でもいいの、思い出して。ダメだ、何一つ心当たりがない。ペカラス。違うって、ピクルスじゃない。シートの下にあるのはゾンビを元に戻すスライムが入った缶だろ。ゾンビを元に戻す液体よ、ドレイブンが自分用に隠してたんだ。自分勝手な話だな。でもなんでここに隠した？どうだっていいわ、この液体を振りまくのよ。街からスライムが消えた。お前も戻ったな。腹が減った。バーガー食わないか？ピクルスたっぷりで。ああ、ピザにしとこうぜ。よし、スピード上げるぞ。それ以上だなんて、まさか。うそ。ここからは一本道だ。また負けだな、誰かさん。とは限らねえ。これでどうだ。おお、じゃあね。ニューニュースです。ホットウィルシティがチェイスとエリオットにスタントガラージュをプレゼントしました。ヤッホー、こりゃすごいぜ。うわー、コントロールが効かない、もう死ぬ。あ、止まった。おい、分かってんのか、スタントガラージュをもらえたんだぞ。分かってる、今年はラッキーだね。確かに。ホットウィルシティの滅亡を見物する特別席を用意しました。あれ、マスタード忘れた。ちゃんとメモまでしたのに。スタントガラージュが僕らだけのものだなんて未だに信じられないよ。あれ、聞こえたか。え、何か聞こえた。どんな慣れ技をしようか考えてたら頭がいっぱい。どんな技でもやってやるさ。バブルオーマティックだ。なんだよあれ。バブルだよ、シャボン玉。歪んでるよ。やれやれ、調べに行かなきゃ。ロボドラゴンなんかあり？ロボティレックスだけでも十分なのに。よっ、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 ふぅ。ちょっと待って、このロボ怪獣やっつけられるのよ。みんな手を貸してよ。ホットウィルシティの皆さん、チェイスとエリオットを手伝ってあのロボドラゴンを一緒にやっつけましょう。と予想外の展開に。どうせ全滅には違いないが、努力は認めよう。私に任せて、一人でやっつけるから。え、だったら行ってらっしゃい。行くぞ。ダメだ。行くぞ。ダメだ、ダメだ。そうだ、この装置をつけてみよう。ロボメガネ。ダメだ。ありゃあ、めまいが来た。羽の間に電源があるぞ。きっとあそこが弱点だ。まっすぐに立ててみて、うまくいくかも。エリオット、チャンスは一回きりだ。チェイスを狙え。ダメなメガネだ。じゃあ行くよ、今だ。あいつの電源を狙うんだ。どうしたんだ、俺が画面に映っているぞ。え、ちょっと待てよ。
予備バッテリーがあったんだ。こんなはずでは。足がヒラヒラする。タコ揚げの足みたいだ。よし、スタートガラージュまで競争で走ろう。新しいニュースです。ホットウィールシティに暮らす悪の天才ドレイブンが誕生日パーティーを盛大に開き、仲間の巨大怪獣たちを招きます。どんなことが起きるのでしょう。おい見ろよ、あいつ毒を持った怪獣仲間とまたつるみ始めた。ああ、誕生日に呼べる友達はあれだけなのさ。ちなみにもう毒はない、全部消したから。忘れたか。本当にそうだって言い切れるのか、チェイス。空気で膨らませたお城は好きか。バウンシーキャッスルがあるってことか。最高じゃないか。安心してろよペットたち、これから間もなくまた恐ろしい毒を与えてやるからな。今怪獣に毒を何かするって言ったか。いやおかえり、そんな心配は無用だ。腹黒い笑顔を浮かべて両手をこすり合わせてる。パーティーが楽しみで仕方ないだけだ。悪いがここらで失礼させてもらうよ。今から墓地へ行かないとな。毒のあるスライムをたくさん掘るんだ。何今なんて。なんでもない、気にするな。じゃあまたな。あいつが言ってることはどこまで本当だかわからない。ってことはバウンシーキャッスルはないかもしれないの。私の誕生日大パーティーへようこそ。ドライブンのドライブコースにチャレンジしてみてはいかがかな。テクニックを駆使して見事バウンシーキャッスルにゴールすれば、アクトはまるで関係ないサプライズプレゼントを差し上げよう。指切り現場だ。楽しそうだな。ああけど、この巨大怪獣たちのせいで浮かない気分だ。ソフィアスピード、この街で一番速いドライバーだ。2番目に速いドライバーだ、俺の次に。行くぞエリオット、俺たちだったらうまくいく。したのか。何がサプライズだ。サプライズ、まぬけどもめ。奴らが騙されたのには驚かないが。プレゼントアイスがいいと思ってたのに。誰一人アイスを食べに来そうもないから、お前たちが全部平らげるといい。私のお気に入りの味だぞ、毒入りスライム味。召し上がり。ソフィアスピード、俺と同じこと考えてるのか。吸血鬼は鏡に映らないのに、なんで髪がきちんとしてるのかって。違う、でも確かになんでだろうな。俺はソフィアを助けに行くぞ。怪獣たちの速度が速い。ソフィアスピードでも逃げ切れないぞ。ソフィアはホットウィールシティで一番速いのに。それは意見が分かれるな。俺が一番速いっていう人も多い。誰がそう言ってたんだ。たくさんの頭のいいやつが。こんな話してる場合じゃない、エリオット。怪獣を止めるアイデアがあるんだ。おとなしく俺についてこい。やーい、捕まえてみろ、かっこ悪い巨大怪獣だもん。ああ、これ以上奴らを怒らせるな。アイスで頭が痛くなる、よくある。おまけに眠たくなる。巨大怪獣ノックダウンだな。ありがとうね、狩りができたわ。どういたしまして、ソフィアスピード。ホットウィールシティで一番速いドライバー。2番目だ、何度もしつこく繰り返すなって。おせっかいなはみ出し者どもめ、怪獣は食い止められても私は何者にも止められないぞ。いいだろう、ア
イスで頭が痛くなった巨大な蛇だったらこの私を止められるかもな。だが長くは続かないぞ。ふざけた怪獣どもめが。おう、新しいバーガーショップもうすぐ開店だ。急いで一番乗りしろ。僕お腹が2つあるもん。チーズバーガー用と何でも用。おいおい、ちょっと待てよ。ホットウィルシティには交通渋滞はないはずだ。おかしいぞ。ふぅ、2つ目のお腹くん、ごめんね、後でね。バーガーだ。どうも変だ。もうすぐバイパー君のご登場だ。え、なんだって？いや、別に。なんか言ったじゃないか、バーガーとか登場とかバイパーとか。では、どうぞ。バーガーが欲しいんだ。ローラーコースターじゃない。じゃあね。そう、そう。わかんないけど、このバイパーなんとかしなきゃ。今すぐに尻尾から入って前の方に進めるかな。ニューニュースです。あの橋は実はロボバイパーでした。この橋を通らなければバーガーショップにはたどり着けません。バイパー君。はい、どうも。なかなかお利口だね。そうそう、今がチャンスだ。もう少しで。おい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 、なんで。うわぁ、でっかいバーガーだよ。いや、おもちゃでした。あいつ早すぎる。俺がおとりになるから、俺に襲いかかったらお前がやっつけるんだ。世界中で虐げられているバーガーたちの解放のために僕頑張ります。おい、ヘビ君、こっちこっち。気をそらせるわけじゃないけどさ、こっち見てね。世界のバーガーたちのために。うわー、うわー。おい弟、大成功だったな。でも橋の反対側に来ちゃった。どうするつもりだ。車で川でも渡ってみるか。うそ。もういい。皆さん、また出直していきます。この町は絶対必ず滅ぼしてみせます。皆さんって誰のこと？友達なんかいないじゃない。ジェイソン・エリオットがこの街を救ってくれました。今回もどうにかバーガーショップも再び開店。おいおい、連絡フェリーの運行開始です。接近しますよ、気をつけて。うわー、来た来た。僕も行くよ。俺が何してると思う？後ろを走るお前がよく見えるようガラスを磨いてんだ。今回のレースで勝って名誉市民の鍵をゲットするぞ。俺が何してると思う？チェイス、俺もガラスを磨いてんだ。なんでかって？それは汚かったからだ。ソフィアスピード、この街で一番速いドライバー。何度同じこと言わせるんだよ。一番は俺だけど、いつも勝てない。でも彼女が一番とは言えない。いや、いいだろ、言ったって。このスライムスーパーチャージャーを使えば無敵だ。すぐにこのホットビールシティの鍵が手に入るぞ。そしてみんな私の力を目の当たりにして震え上がるだろう。さあ、エンジンスタート。あれ、ドレイブンだ。なんでホイールが光ってんだ。
気にすんな。やつは一番呪いドライバーだ。おっと、そんなにのろくないぞ。ホイールに何かある？今日は特別なファンが観客として応援に駆けつけてくれた。さっきのヘビにそっくりのコースだ。すげえ、スケボーみたいな大技だ。エリオット、今のなんて技だ？ツリーアタック。私に追いつきたきゃ丸ふざけはやめるんだな。まったく、今度はトカゲかよ。恐竜だ。新しいニュースです。ただいま真っ最中の大レースが三大怪獣チャレンジレースになりました。スライムは私がホットウィールシティの鍵を勝ち取るための秘密兵器だ。なんとドレイブンは優勝するためにスライムを使っている模様です。覚えてバラしたか。構わんさ、何も私を止められん。ああ、小さな女の子は別だ。だがそれ以外は何があっても突っ走るぞ。これじゃ勝てない。俺たちの得意技、必殺バーガーダッシュだ。おい！なあ、どうやったらここから出られる？バーガーダッシュのスペシャルトッピング、スライムたっぷり悪の天才だ。わけじゃない。でもこのレースで全員を負かしたってことは、つまり。じゃあお前は自分の目と俺の言葉のどっちを信じるんだ？優勝おめでとう。名誉市民の鍵を差し上げます。鍵を横取りしてやったぞ、マヌケどもめ。あと追いかけましょうか。やつが町中の鍵を開けちゃう。ドレイブンならこういうことすると思ってたのよ。あの鍵じゃどこも開けられやしないわ。これが本物の鍵だから。なんだよ、使えない鍵だ。どこも開かないじゃないか。一生タダでアイスを食べようと思ってたのに。そのアイスをよこせ。悪だくみはしくじる、そういうものだ。だがしくじったのは私だな。自分の足を引っ張った。二人ともついてきて、アイスをおごってあげる。ゴールはアイスクリームタッチダウンだ。最初にゴールするぞ。俺が一番速いんだ。適当なこと言ってるよね。お腹空いてたら先回りして砂ぼこりを食わせてやるよ。俺が食うのはアイスクリームだよ。お前らなんで負けてばかりいるんだ。スケート、マジで。何がおかしい。そんなものでホットウィールのパワーに勝てるわけがない。え、ちょっと待てよ。分かった。お、別にいいじゃないか。脳のサイズの問題だ。君のことだ、シャーキー。ホットウィールたちのパワーを取り込んでやる。うまくいくはずだ。
い弟行くんだ。この車いいな。ロボシャークよ。どんな餌食ってるんだ。頑張っても無理だよ。諦めよう。船の応援が必要なようだな。ありがとうございます。それブレーキかかるんですか。危ない。来るぞ。無料洗車サービスでしたね。どうも。普段は禁物、チャンスは2度しかない。20回くらいないの。これで君たちもおしまいさ。おかわり。背びれを狙え。気をそらせてから追いかけるんだ。やっつけるんだ。どうかな。そんなことするよりもこれが我々の運命だ。今だ。ああ、いや。おお、この中蒸し暑いな。でも僕白が似合うの。このロボシャークにはセンサーがある。波を跳ねて飛びなさい。僕お兄さんのためなら何でもするよ。アイスクリームショップ1点、ロボシャーク0点。おお、冷たい。なんと返品できないの。油断するんじゃないぞ。まだまだこれからだ。新しいニュースです。現在ホットウィールシティにはスライムも暴れる巨大怪獣も見当たりません。多分これはニュースとは言えません。街のヒーローチェイスとエリオットがバーガーダッシュのハンバーガーを配達中ですね。これも実際にはニュースとは言えませんが、いい方に考えればスライムも怪獣もいないということです。バーガーのお届け、バーガーのお届けだよ。バーガーのお届け、バーガーのお届けだよ。全部で370個、新記録だエリオット。はあ、369個だ。随分必死だなチェイス。王様に投げるときはミスるなよ。今のはなしだ。バーガーが食べたい。俺はピクルス多めにするぞ。俺は結構とろけるチーズの方が好きだ。やばいぞこれは。新しいニュースです。さっきのニュースは訂正です。スライムの怪獣が戻ってきました。君たちも早く逃げろ。コード2、ハトの糞緊急アラートだ。なんでハトがこうなったか答えを知ってるぜ。ピクルス、どうかな。食中毒で腹を壊しただけのようには見えない。バーガーダッシュにスライムが入った缶があった。この前ドレイブンが街をスライムで襲った時の残りだろう。俺たち二人が街中にバーガーを配達してたから、ハトが食べてもおかしくない。おい、ちょっと待ってくれ。君たちが配達を。ああ、いいことを聞いた。悪いが失礼するよ。とびきりでかい鳥の相手をしなくちゃならん。みんながバーガーを食べる前に俺たちで取り返すんだ。ピクルス、頼れる助っ人は一人しかいない。ペカラさん、ワオ、今の技はなんだクイーン。時空連続性の二分化よ。ああ、そうか、基本中の基本だよな。エリオットのために聞いた。ペカラさん、どうしたの。あれさ、こんな時は切れ者で仕事ができる宇宙船エンジニアが頼りだ。まずはあの鳥を捕まえないとね。方法は分かってるわ。宇
宇宙へ放射線を発射しそうなその機械は何？異次元対応型変異鳥類マクロサイザー。はあ、わかるように言ってくれないか。ハト縮小マシン。どうでもいいことだけど、その方がいい。撃ちやすいように障害物のないところにハトをおびき寄せて。了解、任せろ。よー、化け物ハト。もっとうまいスライムを食いに来いよ。建物には近づかせないでよ。行き先はちゃんと考えてある。ハトが好きでたまらない場所だよ。これを見ろ。どうだ、いい銅像だろ。やることは分かってるよな。小さい方が美しいのよ。さて、これからスライムをどうする？ピクルス。エリオットも。助けられるのはただ一人よ。スライムのすべてを知り尽くしてる人物。そんな、まさか、それだけはありえないって。実際はそんな場面はなかったぞ。わしはこの目で見た。ニューニュースです。私たちが実際に見ました。こんな場面だったのです。ホットビルシティの市民は新建設のウルティメートガラージをチェイスとエリオットにプレゼントすることにしました。コーヒー熱すぎたんですかね。お、ほうほうほう、嘘みたい。本当だよ。でも嘘みたい。嘘だと思う。俺のガレージのはずでは。お祝いにロボバッチを送ってやろう。満タンで。これどこまで上がるのかな。高すぎたら嫌だな。高いの怖いもん。今に見ている。こいつを見たらみんなびっくりするぞ。いや、こいつじゃなくてこいつをロボに仕立てたやつ。輪っかをかけて、よし。ホットウィールの電源、よし。アクセルペダル、よし。そしておなじみ照明スイッチ、よし。電球は、よし。もっと電球を、ふうふうふう、よし。こいつを見てみろ。ほら行って町を破壊してきなさい。ダメー、ダメね。やつはガレージを登れるみたいだ。うわ、 HW アーマードトラックだ。これがいい。俺はエアロポッドだ。速度を上げるぞ。ついていくからね。ダメだ、ジェイス。話してくれ、ヘアドライヤー野郎め。この話は誰にもしないでくれ。
日をどれほど待ち望んでいたことか。お前を見たことのある者はいないのだ。まだ。息を飲む。危ない！新しいニュースです。毒を持つスライムピクルスが入っているとは知らず、チェイスとエリオットがハンバーガーをばらまき、人々が続々とゾンビ化しています。これは毎日聞き慣れたニュースとは言えない事件です。ホットウィールシティ以外ではね。よーくいい。ゾンビがあちこち突っ込んでく以上に楽しいことは何だと思う？さあね、何？他のこと全部だよ、ピクルス。ところで、どんな計画だったっけ？スライムを作ったドレイブンから毒を消す方法を聞き出す。ああ、ドレイブンは普段人助けをしないぜ。あいつは悪魔のような危ない天才ってタイプだ。それに、今は無重力の刑務所みたいなところにいるはず。その辺は任せて。じゃあ、またハイテクな作戦でドレイブンを脱獄させるのか？おそらく量子なんとかかんとかってやつで。まあそんなところよ。私についてきて。うわあ！ペコラス。ああ、フラフラする。ドレイブン、乗って。いやあ、元気かい？スライムを始末してくれるなら、私たちが脱獄させてあげる。ああ、クイーン、ゾンビの警察が来たぞ。シートベルトをドーナツの穴みたいなブラックホールに入る。やっぱりクイーンにはハイテクな作戦があっただろう。ペクラさん、またそういや今ブラックホールって。うわぁ、こんな作戦嫌いだ。ペクラさん、振り落とされないで。脱獄成功よ。スライムの毒を消す方法を教えて。あーやどうも、元気かい？長い無重力生活の影響で脳の中で何か変化があったのかも。今ブラックホールを通り抜けてきたって事実とは無関係か？ピクルス、ごちゃごちゃになった脳みそを元に戻すにはスーパードライバー用のテストループしかない。ゾンビのパトカーを振り切らないと。免許を持ってるのが不思議だよ。パトカーは任せろ、ループへ向かえ。元気かい？ホイールバランス調整が必要みたいだ。フレッシュな香りの芳香剤でゾンビの匂いを消すんだな。十分回ったからもう治ったんじゃないかしら。自分の名前わかる？クイーンコスミック？まだ無重力の影響から抜け出せないみたい。あなたの名前はドレイブン、悪の天才。スライムを体から追い出す手がかりを何か覚えてない？何でもいいの、思い出して。ダメだ、何一つ心当たりがない。ペクルス。違うって、ピクルスじゃない。シートの下にあるのはゾンビを元に戻すスライムが入った缶だろ。ゾンビを元に戻す液体よ。ドレイブンが自分用に隠してたんだ。自分勝手な話だな。でもなんでここに隠した？どうだっていいわ、この液体を振りまくのよ。街からスライムが消えた。お前も戻ったな。腹が減った。バーガー食わないか？ピクルスたっぷりで。ああ、ピザにしとこうぜ。
あげるぞ。それ以上だなんて、まさか。うっそ。ここからは一本道だ。また負けだな、誰かさん。とは限らねえ。これでどうだ。おお。じゃあね。ニューニュースです。ホットウィルシティがチェイスとエリオットにスタントガラージをプレゼントしました。ヤッホー、こりゃすごいぜ。うわー、コントロールが効かない、もう死ぬ。あ、止まった。おい、分かってんのか、スタントガラージをもらえたんだぞ。分かってる、今年はラッキーだね。確かに。ホットウィルシティの滅亡を見物する特別席を用意しました。あれ、マスタード忘れた。ちゃんとメモまでしたのに。スタントガラージュが僕らだけのものだなんて未だに信じられないよ。これ、聞こえたか。え、何か聞こえた。どんな離れ技をしようか考えてたら頭がいっぱい。どんな技でもやってやるさ。あ、バブルオーマティックだ。なんだよあれ。バブルだよ、シャボン玉。歪んでるよ。やれやれ、調べに行かなきゃ。ロボドラゴンなんかあり。ロボティレックスだけでも十分なのに。よっ、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 ふう。ちょっと待って、このロボ怪獣やっつけられるのよ。みんな手を貸してよ。ホットウィルシティの皆さん、チェイスとエリオットを手伝ってあのロボドラゴンを一緒にやっつけましょう。ほんと予想外の展開に。どうせ全滅には違いないが、努力は認めよう。私に任せて、一人でやっつけるから。え、だったら行ってらっしゃい。行くぞ。あうぅ、ダメだ。行くぞ。ダメだ、ダメだ。そうだ、この装置をつけてみよう。ロボメガネ。ダメだ。うぅ、ダメだ。ありゃ、めまいがきた。羽の間に電源があるぞ。きっとあそこが弱点だ。まっすぐに立ててみて、うまくいくかも。エリオット、チャンスは一回きりだ。うん、チェイスを狙え。今だ。ダメなメガネだ。じゃあ行くよ、今だ。あいつの電源を狙うんだ。どうしたんだ、俺が画面に映っているぞ。え、ちょっと待てよ。予備バッテリーがあったんだ。こんなはずでは。足がヒラヒラする。タコ揚げの足みたいだ。よし、スタントガラージュまで競争で走ろう。新しいニュースです。ホットウィルシティに暮らす悪の天才ドレイブンが誕生日パーティーを盛大に開き、仲間の巨大怪獣たちを招きます。どんなことが起きるのでしょう。おい、見ろよ、あいつ毒を持った怪獣仲間とまたつるみ始めた。ああ、誕生日に呼べる友達はあれだけなのさ。ちなみにもう毒はない、全部消したから。忘れたか。本当にそうだって言い切れるのか、チェイス。空気で膨らませたお城は好きか。バウンシーキャッスルがあるってことか。最高じゃないか。安心してろよペットたち、これから間もなくまた恐ろしい毒を与えてやるからな。今怪獣に毒を何かするって言ったか。いや、おかえり。
そんな心配は無用だ。腹黒い笑顔を浮かべて両手をこすり合わせてる。パーティーが楽しみで仕方ないだけだ。悪いがここらで失礼させてもらうよ。今から墓地へ行かないとな。毒のあるスライムをたくさん掘るんだ。何？今なんて？なんでもない、気にするな。じゃあまたな。あいつが言ってることはどこまで本当だかわからない。ってことはバウンシーキャッスルはないかもしれないの？私の誕生日大パーティーへようこそ。ドライブンのドライブコースにチャレンジしてみてはいかがかな。テクニックを駆使して見事バウンシーキャッスルにゴールすれば、アクトはまるで関係ないサプライズプレゼントを差し上げよう。指切り現場だ。楽しそうだな。ああけど、この巨大怪獣たちのせいで浮かない気分だ。ソフィアスピード、この街で一番速いドライバーだ。2番目に速いドライバーだ、俺の次に。行くぞエリオット、俺たちだったらうまくいく。したのか。何がサプライズだ。サプライズ、まぬけどもめ。奴らが騙されたのには驚かないが。プレゼントはアイスがいいと思ってたのに。誰一人アイスを食べに来そうもないから、お前たちが全部平らげるといい。私のお気に入りの味だぞ、毒入りスライム味。召し上がり。ソフィアスピード、俺と同じこと考えてるのか。吸血鬼は鏡に映らないのに、なんで髪がきちんとしてるのかって。違う、でも確かになんでだろうな。俺はソフィアを助けに行くぞ。怪獣たちの速度が速い。ソフィアスピードでも逃げ切れないぞ。ソフィアはホットウィールシティで一番速いのに。それは意見が分かれるな。俺が一番速いっていう人も多い。誰がそう言ってたんだ。たくさんの頭のいいやつが。こんな話してる場合じゃないエリオット、怪獣を止めるアイデアがあるんだ。おとなしく俺についてこい。やーい、捕まえてみろ。かっこ悪い巨大怪獣だもん。ああ、これ以上奴らを怒らせるな。アイスで頭が痛くなる、よくある。おまけに眠たくなる。巨大怪獣ノックダウンだな。ありがとうね、狩りができたわ。どういたしまして、ソフィアスピード、ホットウィールシティで一番速いドライバー。2番目だ、何度もしつこく繰り返すなって。おせっかいなはみ出し者どもめ、怪獣は食い止められても私は何者にも止められないぞ。いいだろう、アイスで頭が痛くなった巨大なヘビだったらこの私を止められるかもな。だが長くは続かないぞ。ふざけた怪獣どもめが。おう、新しいバーガーショップもうすぐ開店だ、急いで一番乗りしろ。僕お腹が2つあるもん、チーズバーガー用と何でも用。おいおい、ちょっと待てよ、ホットウィルシティには交通渋滞はないはずだ。おかしいぞ。2つ目のお腹くん、ごめんね、後でね。バーガーだ。どうも変だ。もうすぐバイパーくんのご登場だ。え、なんだって。いや、別に。なんか言ったじゃないか、バーガーとか登場とかバイパーとか。では、どうぞ。バーガーが欲しいんだ、ローラーコースターじゃない。
じゃあね。そうそう。わかんないけど、このバイパーなんとかしなきゃ。今すぐに尻尾から入って前の方に進めるかな。ニューニュースです。あの橋は実はロボバイパーでした。この橋を通らなければバーガーショップにはたどり着けません。バイパー君、はい、どうも。なかなかお利口だね。そうそう、今がチャンスだ。あともう少しで。おい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 、なんで。うわぁ、でっかいバーガーだよ。いや、おもちゃでした。あいつ早すぎる。俺がおとりになるから、俺に襲いかかったらお前がやっつけるんだ。世界中で虐げられているバーガーたちの解放のために僕頑張ります。おい、ヘビ君、こっちこっち。気をそらせるわけじゃないけどさ、こっち見てね。世界のバーガーたちのために。おい弟、大成功だったな。でも橋の反対側に来ちゃった。どうするつもりだ。車で川でも渡ってみるか。もういい。皆さん、また出直していきます。この町は絶対必ず滅ぼしてみせます。皆さんって誰のこと。友達なんかいないじゃない。ジェイソン・エリオットがこの町を救ってくれました。今回もどうにかバーガーショップも再び開店。おいおい、連絡フェリーの運行開始です。接近しますよ、気をつけて。うわぁ、来た来た。僕も行くよ。エリオット、俺が何してると思う？後ろを走るお前がよく見えるようガラスを磨いてんだ。今回のレースで勝って名誉市民の鍵をゲットするぞ。俺が何してると思う？チェイス、俺もガラスを磨いてんだ。なんでかって？それは汚かったからだ。ソフィアスピード、この街で一番速いドライバー。何度同じこと言わせるんだよ。一番は俺だけど、いつも勝てない。でも彼女が一番とは言えない。いや、いいだろ、言ったって。このスライムスーパーチャージャーを使えば無敵だ。すぐにこのホットミールシティの鍵が手に入るぞ。そしてみんな私の力を目の当たりにして震え上がるだろう。さあ、出場レーサーたち、エンジンスタート。あれ、ドレイブンか。なんでホイールが光ってんだ。気にすんな、やつは一番呪いドライバーだ。そんなにのろくないぞ。ホイールに何かある。今日は特別なファンが観客として応援に駆けつけてくれた。気をつけろ、ボーっとしてるとヘビに食べられちまうぞ。さっきのヘビにそっくりのコースだ。私に追いつきたきゃ、バルフだけはやめるんだな。まったく、今度はトカゲかよ。
恐竜だ。新しいニュースです。ただいま真っ最中の大レースが三大怪獣チャレンジレースになりました。スライムは私がホットミールシティの鍵を勝ち取るための秘密兵器だ。なんとドレイブンは優勝するためにスライムを使っている模様です。覚えてバラしたか。構わんさ、何も私を止められん。ああ、小さな女の子は別だ。だがそれ以外は何があっても突っ走るぞ。それじゃ勝てない。俺たちの得意技、必殺バーガーダッシュだ。おい、なあ、どうやったらここから出られる？バーガーダッシュのスペシャルトッピング、スライムたっぷり悪の天才だ。わけじゃない。でもこのレースで全員を負かしたってことは、つまり。じゃあお前は自分の目と俺の言葉のどっちを信じるんだ？優勝おめでとう。名誉市民の鍵を差し上げます。鍵を横取りしてやったぞ、マヌケどもめ。あと追いかけましょうか。奴が町中の鍵を開けちゃう。ドレイブンならこういうことすると思ってたのよ。あの鍵じゃどこも開けられやしないわ。これが本物の鍵だから。なんだよ、使えない鍵だ。どこも開かないじゃないか。一生タダでアイスを食べようと思ってたのに。そのアイスをよこせ。ワルダ組はしくじる、そういうものだ。だがしくじったのは私だな。自分の足を引っ張った。二人ともついてきて、アイスをおごってあげる。ゴールはアイスクリームタッチダウンだ。最初にゴールするぞ、俺が一番速いんだ。適当なこと言ってるよね。お腹すいてたら先回りして砂ぼこりを食わせてやるよ。俺が食うのはアイスクリームだよ。お前らなんで負けてばかりいるんだ。スケート、マジで。何がおかしい。そんなものでホットウィールのパワーに勝てるわけがない。え、ちょっと待てよ。わかった。お、別にいいじゃないか。脳のサイズの問題だ。君のことだ、シャーキー。ホットウィールたちのパワーを取り込んでやる。うまくいくはずだ。イヒヒヒヒヒ。弟行くんだ。この車いいな。ロボシャークよ。どんな餌食ってるんだ。頑張っても無理だよ。諦めよう。船の応援が必要なようだな。ありがとうございます。それブレーキかかるんですか。危ない、来るぞ。
無料洗車サービスでしたね。どうも。油断は禁物、チャンスは2度しかない。20回くらいないの？これで君たちもおしまいさ。ボツくんおかわり。背びれを狙え。気をそらせてから追いかけるんだ。やっつけるんだ。どうかな。そんなことするよりもこれが我々の運命だ。今だ。ああ、いや、おお、この中蒸し暑いな。でも僕白が似合うの。このロボシャークにはセンサーがある。波を跳ねて飛びなさい。僕お兄さんのためなら何でもするよ。アイスクリームショップ1点、ロボシャーク0点。おお、冷たい。なんと返品できないの。油断するんじゃないぞ。まだまだこれからだ。新しいニュースです。現在ホットウィールシティにはスライムも暴れる巨大怪獣も見当たりません。多分これはニュースとは言えませんね。お、町のヒーロー、チェイスとエリオットがバーガーダッシュのハンバーガーを配達中ですね。これも実際にはニュースとは言えませんが、いい方に考えればスライムも怪獣もいないということです。バーガーのお届け、バーガーのお届けだよ。バーガーのお届け、バーガーのお届けだよ。全部で370個、新記録だエリオット。はあ、369個だ。ずいぶん必死だなチェイス。王様に投げるときはミスるなよ。今のはなしだ。バーガーが食べたい。俺はピクルス多めにするぞ。俺は結構とろけるチーズの方が好きだ。やばいぞこれは。新しいニュースです。さっきのニュースは訂正です。スライムと怪獣が戻ってきました。君たちも早く逃げろ。コード2、ハトの糞緊急アラートだ。なんでハトがこうなったか答えを知ってるぜ。ピクルス、どうかな。食中毒で腹を壊しただけのようには見えない。バーガーダッシュにスライムが入った缶があった。この前ドレイブンが街をスライムで襲った時の残りだろう。俺たち二人が街中にバーガーを配達してたから、ハトが食べてもおかしくない。おい、ちょっと待ってくれ。君たちが配達を？ああ、いいことを聞いた。悪いが失礼するよ。とびきりでかい鳥の相手をしなくちゃならみんながバーガーを食べる前に俺たちで取り返すんだ。ピクルス、頼れる助っ人は一人しかいない。ペカラさん、ワオ、今の技はなんだクイーン。時空連続性の二分化よ。ああ、そうか。基本中の基本だよな。エリオットのために聞いた。ペカラさん、どうしたの。あれさ、こんな時は切れ者で仕事ができる宇宙船エンジニアが頼りだ。まずはあの鳥を捕まえないとね。方法は分かってるわ。宇宙へ放射線を発射しそうなその機械は何？異次元対応型変異鳥類マクロサイザー。はあ、分かるように言ってくれないか。ハト縮小マシン。どうでもいいことだけど、その方がいい。撃ちやすいように障害物のないところにハトをおびき寄せて。了解、任せろ。よー、化け物ハト、もっとうまいスライムを食いに来いよ。
先はちゃんと考えてある。鳩が好きでたまらない場所だよ。これを見ろ。どうだ、いい銅像だろう。やることは分かってるよな。小さい方が美しいのよ。さて、これからスライムをどうする。ピクルス、エリオットも助けられるのはただ一人よ。スライムのすべてを知り尽くしてる人物。そんな、まさか、それだけはありえないって。実際はそんな場面はなかったぞ。わしはこの目で見た。ニューニュースです。私たちが実際に見ました。こんな場面だったのです。ホットビルシティの市民は新建設のオルティメートガラージをチェイスとエリオットにプレゼントすることにしました。コーヒー熱すぎたんですかね。お、ほうほうほう、嘘みたい。本当だよ。でも嘘みたい。嘘だと思う。俺のガレージのはずでは。お祝いにロボバッチを送ってやろう。待ったね。これどこまで上がるのかな。高すぎたら嫌だな。高いの怖いもん。今に見ている。こいつを見たらみんなびっくりするぞ。いや、こいつじゃなくてこいつをロボに仕立てたやつ。輪っかをかけて、よし。ホットウィールの電源、よし。アクセルペダル、よし。そしておなじみ照明スイッチ、よし。電気は、よし。もっと電気を、ふうふうふう、よし。こいつを見てみろ。ほら行って街を破壊してきなさい。奴はガレージを登れるみたいだ。うわ、 HW アーマードトラックだ。これがいい。俺はエアロポッドだ。速度を上げるぞ。ついていくからね。ダメだ、ジェイス。離してくれ、ヘアドライヤー野郎め。この話は誰にもしないでくれ。この日をどれほど待ち望んでいたことか。お前を見たことのある者はいないのだ。まだ。息を飲む。
カラさん。危ない。新しいニュースです。毒を持つスライムピクルスが入っているとは知らず、チェイスとエリオットがハンバーガーをばらまき、人々が続々とゾンビ化しています。これは毎日聞き慣れたニュースとは言えない事件です。ホットウィールシティ以外ではね。よーくいい。ゾンビがあちこち突っ込んでく以上に楽しいことは何だと思う？さあね、何？他のこと全部だよ。ペクルス。ところで、どんな計画だったっけ？スライムを作ったドレイブンから毒を消す方法を聞き出す。ああ、ドレイブンは普段人助けをしないぜ。あいつは悪魔のような危ない天才ってタイプだ。それに、今は無重力の刑務所みたいなところにいるはず。その辺は任せて。じゃあ、またハイテクな作戦でドレイブンを脱獄させるのか？おそらく、量子なんとかかんとかってやつで。まあ、そんなところよ。私についてきて。うわあ！ペカラス！ああ、フラフラする。ドレイブン、乗って！いやあ、元気かい？スライムを始末してくれるなら、私たちが脱獄させてあげる。ああ、クイーン、ゾンビの警察が来たぞ。シートベルトを、ドーナツの穴みたいなブラックホールに入る。やっぱりクイーンにはハイテクな作戦があっただろう。ペクラさん、また、そういや今、ブラックホールって。こんな作戦嫌いだ。ペクラさん、脱獄成功よ。スライムの毒を消す方法を教えて。あー、やだば。元気かい？長い無重力生活の影響で脳の中で何か変化があったのかも。今ブラックホールを通り抜けてきたって事実とは無関係か？ピカラス。ごちゃごちゃになった脳みそを元に戻すにはスーパードライバー用のテストループしかない。ゾンビのパトカーを振り切らないと。免許を持ってるのが不思議だよ。パトカーは任せろ。ループへ向かえ。元気かい？ホイールバランス調整が必要みたいだ。フレッシュな香りの芳香剤でゾンビの匂いを消すんだな。十分回ったからもう治ったんじゃないかしら。自分の名前わかる？クイーンコスミック。まだ無重力の影響から抜け出せないみたい。あなたの名前はドレイブン、悪の天才。スライムを体から追い出す手がかりを何か覚えてない？何でもいいの、思い出して。ダメだ、何一つ心当たりがない。ペカラス。違うって、ピクルスじゃない。シートの下にあるのはゾンビを元に戻すスライムが入った缶だろ。ゾンビを元に戻す液体よ。ドレイブンが自分用に隠してたんだ。自分勝手な話だな。でもなんでここに隠した？どうだっていいわ、この液体を振りまくのよ。街からスライムが消えた。お前も戻ったな。腹が減った。バーガー食わないか？ピクルスたっぷりで。ああ、ピザにしとこうぜ。よし、スピード上げるぞ。それ以上だなんて、まさか。うっそ。ここからは一本道だ。また負けだな、誰かさん。とは限らねえ。これでどうだ。おお、じゃあね。
ニューニュースです。ホットウィルシティがチェイスとエリオットにスタントガラージュをプレゼントしました。ヤッホー、こりゃすごいぜ。うわー、コントロールが効かない、もう死ぬ。あ、止まった。おい、分かってんのか、スタントガラージュをもらえたんだぞ。分かってる、今年はラッキーだね。確かに。ホットウィルシティの滅亡を見物する特別席を用意しました。あれ、マスタード忘れた。ちゃんとメモまでしたのに。スタントガラージュが僕らだけのものだなんて未だに信じられないよ。これ聞こえたか。え、何か聞こえた。どんな慣れ技をしようか考えてたら頭がいっぱい。どんな技でもやってやるさ。あ、バブルオーマティックだ。なんだよあれ。バブルだよ、シャボン玉。歪んでるよ。やれやれ、調べに行かなきゃ。ロボドラゴンなんかあり。ロボティレックスだけでも十分なのに。よっ、ちょっと待って、このロボ怪獣やっつけられるのよ。みんな手を貸してよ。ホットウィルシティの皆さん、チェイスとエリオットを手伝ってあのロボドラゴンを一緒にやっつけましょう。もっと予想外の展開に。どうせ全滅には違いないが、努力は認めよう。私に任せて、一人でやっつけるから。え、だったら行ってらっしゃい。行くぞ。ダメだ、行くぞ。ダメだ、ダメだ。そうだ、この装置をつけてみよう。ロボメガネ。ダメだ、ダメだ。ありゃ、めまいが来た。羽の間に電源があるぞ。きっとあそこが弱点だ。まっすぐに立ててみて、うまくいくかも。エリオット、チャンスは1回きりだ。チェイスを狙え。今だ。ダメなメガネだ。じゃあ行くよ、今だ。あいつの電源を狙うんだ。どうしたんだ、俺が画面に映っているぞ。え、ちょっと待てよ。予備バッテリーがあったんだ。こんなはずでは。足がヒラヒラする。タコ揚げの足みたいだ。よし、スタントガラージュまで競争で走ろう。新しいニュースです。ホットウィルシティに暮らす悪の天才ドレイブンが誕生日パーティーを盛大に開き、仲間の巨大怪獣たちを招きます。どんなことが起きるのでしょう。おい、見ろよ、あいつ毒を持った怪獣仲間とまたつるみ始めた。ああ、誕生日に呼べる友達はあれだけなのさ。ちなみにもう毒はない、全部消したから。忘れたか。本当にそうだって言い切れるのか、チェイス。空気で膨らませたお城は好きか。バウンシーキャッスルがあるってことか。最高じゃないか。安心してろよ、ペットたち。これから間もなくまた恐ろしい毒を与えてやるからな。今、怪獣に毒を何かするって言ったか。いや、おかえり。そんな心配は無用だ。腹黒い笑顔を浮かべて両手をこすり合わせてる。パーティーが楽しみで仕方ないだけだ。悪いが、ここらで失礼させてもらうよ。今から墓地へ行かないとな。毒のあるスライムをたくさん掘るんだ。何？今なんて？なんでもない、気にするな。じゃあまたな。あいつが言ってることはどこまで本当だかわからない。ってことは、バウンシーキャッスルはないかもしれないの？
私の誕生日大パーティーへようこそ。ドライブンのドライブコースにチャレンジしてみてはいかがかな。テクニックを駆使して見事バウンシーキャッスルにゴールすれば、アクトはまるで関係ないサプライズプレゼントを差し上げよう。指切り現場だ。楽しそうだな。ああけど、この巨大怪獣たちのせいで浮かない気分だ。ソフィアスピード、この街で一番速いドライバーだ。2番目に速いドライバーだ、俺の次に。行くぞエリオット、俺たちだったらうまくいく。したのか。何がサプライズだ。サプライズ、マヌケどもめ。奴らが騙されたのには驚かないが。プレゼントアイスがいいと思ってたのに。誰一人アイスを食べに来そうもないから、お前たちが全部平らげるといい。私のお気に入りの味だぞ、毒入りスライム味。召し上がり。ソフィアスピード、俺と同じこと考えてるのか。吸血鬼は鏡に映らないのに、なんで髪がきちんとしてるのかって。違う、でも確かになんでだろうな。俺はソフィアを助けに行くぞ。怪獣たちの速度が速い。ソフィアスピードでも逃げ切れないぞ。ソフィアはホットウィールシティで一番速いのに。それは意見が分かれるな。俺が一番速いっていう人も多い。誰がそう言ってたんだ。たくさんの頭のいいやつが。こんな話してる場合じゃない、エリオット。怪獣を止めるアイデアがあるんだ。おとなしく俺についてこい。やーい、捕まえてみろ、かっこ悪い巨大怪獣だもん。ああ、これ以上奴らを怒らせるな。アイスで頭が痛くなる、よくある。おまけに眠たくなる。巨大怪獣ノックダウンだな。ありがとうね、狩りができたわ。どういたしまして、ソフィアスピード。ホットウィールシティで一番速いドライバー。2番目だ、何度もしつこく繰り返すなって。おせっかいなはみ出し者どもめ、怪獣は食い止められても私は何者にも止められないぞ。いいだろう、アイスで頭が痛くなった巨大なヘビだったらこの私を止められるかもな。だが長くは続かないぞ。ふざけた怪獣どもめが。おう、新しいバーガーショップもうすぐ開店だ、急いで一番乗りしろ。僕お腹が2つあるもん、チーズバーガー用と何でも用。おいおい、ちょっと待てよ、ホットウィルシティには交通渋滞はないはずだ。おかしいぞ。目のお腹くん、ごめんね、後でね。バーガーだ。どうも変だ。もうすぐバイパーくんのご登場だ。え、なんだって。いや、別に。なんか言ったじゃないか、バーガーとか登場とかバイパーとか。では、どうぞ。バーガーが欲しいんだ、ローラーコースターじゃない。じゃあね。そう、そう。わかんないけど、このバイパーなんとかしなきゃ。今すぐに尻尾から入って前の方に進めるかな。ニューニュースです。あの橋は実はロボバイパーでした。この橋を通らなければバーガーショップにはたどり着けません。バ
イパー君。はい、どうも。なかなかお利口だね。そうそう、今がチャンスだ。あともう少しで。おい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 、なんで。うわぁ、でっかいバーガーだよ。いや、おもちゃでした。あいつ早すぎる。俺がおとりになるから、俺に襲いかかったらお前がやっつけるんだ。世界中で虐げられているバーガーたちの解放のために僕頑張ります。おいヘビ君、こっちこっち。気をそらせるわけじゃないけどさ、こっち見てね。世界のバーガーたちのために。おい弟、大成功だったな。でも橋の反対側に来ちゃった。どうするつもりだ。車で川でも渡ってみるか。もういい。皆さんまた出直していきます。この町は絶対必ず滅ぼしてみせます。皆さんって誰のこと。友達なんかいないじゃない。ジェイソン・エリオットがこの町を救ってくれました。今回もどうにかバーガーショップも再び開店。おいおい、連絡フェリーの運行開始です。接近しますよ、気をつけて。うわー、来た来た、僕も行くよ。エリオット、俺が何してると思う。後ろを走るお前がよく見えるようガラスを磨いてんだ。今回のレースで勝って名誉市民の鍵をゲットするぞ。俺が何してると思う。チェイス、俺もガラスを磨いてんだ。なんでかって、それは汚かったからだ。ソフィアスピード、この街で一番速いドライバー。何度同じこと言わせるんだよ。一番は俺だけど、いつも勝てない。でも彼女が一番とは言えない。いや、いいだろ、言ったって。このスライムスーパーチャージャーを使えば無敵だ。すぐにこのホットミールシティの鍵が手に入るぞ。そしてみんな私の力を目の当たりにして震え上がるだろう。さあ出場レーサーたち、エンジンスタート。あれ、ドレイブンだ。なんでホイールが光ってんだ。気にすんな、やつは一番呪いドライバーだ。おっと、そんなにのろくないぞ。ホイールに何かある。今日は特別なファンが観客として応援に駆けつけてくれた。さっきのヘビにそっくりのコースだ。すげえ、スケボーみたいな大技だ。エリオット、今のなんて技だ。ツリーアタック。私に追いつきたきゃ丸ふざけはやめるんだな。全く、今度はトカゲかよ。恐竜だ。新しいニュースです。ただいま真っ最中の大レースが三大怪獣チャレンジレースになりました。スライムは私がホットミールシティの鍵を勝ち取るための秘密兵器だ。なんとドレイブンは優勝するためにスライムを使っている模様です。覚えてバラしたか。構わんさ、何も私は止められん。
小さな女の子は別だ。だがそれ以外は何があっても突っ走るぞ。これじゃ勝てない。俺たちの得意技、必殺バーガーダッシュだ。バーガーダッシュのスペシャルトッピング、スライムたっぷり悪の天才だ。ソフィアスピードの優勝。彼女が一番ってわけじゃない。でもこのレースで全員を任したってことは、つまり…じゃあお前は自分の目と俺の言葉のどっちを信じるんだ？優勝おめでとう。名誉市民の鍵を差し上げます。鍵を横取りしてやったぞ、マヌケどもめ。あと追いかけましょうか。奴が町中の鍵を開けちゃう。ドレイブンならこういうことすると思ってたのよ。あの鍵じゃどこも開けられやしないわ。これが本物の鍵だから。なんだよ、使えない鍵だ。どこも開かないじゃないか。一生タダでアイスを食べようと思ってたのに。そのアイスをよこせ。ワルダクミはしくじる、そういうものだ。だがしくじったのは私だな。自分の足を引っ張った。二人ともついてきて、アイスを奢ってあげる。ゴールはアイスクリームタッチダウンだ。最初にゴールするぞ。俺が一番速いんだ。適当なこと言ってるよね。